皆様、今日はね、また一段と暑いんですけれども、この暑い中をようこその運びでございます。ご紹介をいただきました、私は講談師の一流斎貞弥と申します。今日は1時間半のお時間でございますけれども、どうぞよろしくお願いを申し上げます。今紹介をしていただいたんですけども、講談師なんですが、私声の仕事をですね、長らくやっておりまして、で今日も実は下に来た時にサインを頼まれましてね、私でよろしいんですかって聞いたら、そうですっておっしゃっていただいて、テレビで拝見しましたっておっしゃっていただいたんですが、どのテレビを見ていただいたかわからないんですけれども、声の仕事が長いもんですから、いろんな声をやってるんですね。で中で、私が最近取り上げられたのが、スマップと同じぐらい人気のあります嵐という、はい、ジャニーズのグループの番組で、嵐に仕上がれっていう番組がありまして、そこの中で、声のプロフェッショナルということで紹介していただいて、大野くんとですねトークしながら、はい、話を進めていったというようなことがあったんでございますが、そんな、じゃあどんな声をやってるかっていうんですけれども、お風呂が沸きましたとかですね、あるいは300メートル先右方向です、これカーナビでございます、はい、それから、航空会社の、はい、音声の案内もやっておりまして、はい、 ANA でございます、国内線予約は1を、国際線予約は2を押してください、なんてこんな声をやっております。ですから、お風呂の、ね、給湯器で給湯温度が変更されましたっていう声が聞こえましたら、それは私の声でございます。またカーナビはですね、私日産車でございます。日産の、はい、純正カーナビを担当しておりまして、こちらの方の純正でしたら私の声なので、こちらはね、私音声合成なんですが、ちゃんと北は北海道から南は沖縄まで、もう一つ一つ、地図に載っている住所とかね、料金所とかパーキングエリアとか、そういうの全部行ってますんで、はい、もう大変でしたよ。これはね、もう10年以上前になるんですが、収録が1日4時間から5時間週に4日から5日7ヶ月かけてこのカーナビの収録っていうのをやったんですよ。ですから本当に一つ一つやってまして、コンピューターの音じゃないんです。で私は一つ一つ、ワードを言うたびに交通安全を祈りながら、はい、読んでおりましたんでね、無事故無違反でどうか皆さんが安全でね、車に乗っていただけるようにということでやっておりました。そんな声の仕事から、12年前でございます、講談の世界に入門して。なんでって言いますとね、ちょっとやっぱりなんでしょうね、読んでばっかりいたので物足りなくなっちゃったんですね。あ、ちなみにですね、ごめんなさい宣伝ばっかりで、ナレーターとか声優とかもやってるんですが、ナレーションということでは今 NHK の E テレで旅するイタリア語という番組でもうナレーションをやっております。これは旅するイタリア語なんて言って、ちょっと爽やかめのね、講談とは違う声でやっておりますので、こちらの方もぜひご覧いただけたらと思いますけども、あとはですね、つい何日か前にラジオ深夜便で、これは講談なんですが出させていただいたんですね。でまだ8月の5日までは、アーカイブといいますか、 NHK のラジルラジルってこう検索すると、そこにこう、アーカイブで何日放送分っていうのが聞けますよっていうのが出てくるんですが、7月の27日土曜日の深夜放送分ということで、演芸の方のラジオ深夜便ということで出していただけましたらば、私が講談を15分ほどやっておりますので、そういうところでもまたちょっと聞いていただければありがたいなと思うんでございます。今日はですね、講談ということで、皆様に、講談を聞いていただこうということでございますけれども、まずちょっとお伺いしたいんですが、講談を聞いたことがないという方はどのぐらいいらっしゃいますか？少ないですね。分かんない。講談自体どういうの？
講談自体どういうものか分かりませんか。分かりました。まずはご挨拶がてらね、講談というものを読んでいこうと思います。でもね、それはそのはずで、知らない方が多いのもねえ、しょうがないんですよ。じゃあ落語は知ってますよね。落語は分かるよ。落語聞いたことないよっていう人はね、さすがにいないですよね。落語はもう聞いたことあるんだけれども、講談っていうの分かんないんですよねっていう方が多いのは、それもそのはずなんでございます。なんでかっていうとね、講談師の数が少ないの。何人ぐらいいると思いますか。分かんないですよね。今ね、20だとちょっと本当にもうどうなるか分かんないような人数ですよね。実はね、だんだんちょっと増えてまして、今90人。はい、そう、あ、そんなにって言っていただきましたね。そう、90人いるんです。はい、あ、じゃあ90人っていうのがね、どんな数かっていうとね、入り表山猫と大体同じぐらいなんです。そうなの、天然記念物なんですね、どっちにしても。だから、まあ、園芸会の、天然記念物なんでございます。もう皆様の前にいるのは、ですから天然記念物でございます。はい。なので、天然記念物というのはね、やっぱり保護してもらわなければいけませんので、今日講談を聞いていただいてね、あ、講談もなかなかいいじゃないかと思っていただけましたらば、いろんなところでまたね、講談をこう聞いていただくような機会をお持ちいただければ、私もここに来た甲斐があるなというわけでございますけれども、最近はね、メディアの方で神田松之丞という方、名前聞いたことないですか。ねえ、なんかこう、あ、うんうんってうなずいてる方がちらほらいらっしゃいますけれども、そうなんですよ、最近ね、その神田松之丞という方がいて、私より1ヶ月ほど入門が早い先輩になるんですけども、あの方がもうテレビに出まくってましてね、今日も朝ちょっとなんかテレビつけたらビビッドに出てましたね、密着なんて言って、密着されてましたよ。この方がね、たくさんそのテレビとかラジオとかに出てくださってるおかげで、まあ、ちょっと講談の認知度もね、少し最近上がってきたようですし、それにまあ憧れて講談師を目指したいなんていう若い人たちもまあ何人かいるようでございます。はい、ただ神田松之丞さんと私とはまあ属する教会が違うもんですから、そちらの方にたくさん入ってもね、私の方の教会にはまあ、ちらほらという感じなんですけれども、それでもね、今前座さんっていうのがね、5人ぐらいいます、講談教会の方は。でもう一つのその神田松之丞さんがいらっしゃるところは日本講談教会っていうところで、こちらもね、前座さんがたくさん入ってきましたね。はい、私たちは演芸の世界でございます。もう入門した順にね、偉いんですよ。会社もね、そういうとこありますかね。どんな世界でもこう、上下関係っていうのはあるわけでございますが、ことこの伝統芸能に関しましては、1日でも早く、あるいは何時間でも早く入った人はもう完全に先輩になるんですよ。だから先輩後輩はもうずっと変わらない、そのまま。はい、でそういう、こう前座修行を、まあ、大体4年から5年ぐらいやりましてね、そして2つ目という、まあ、位といいますか、地位に行くわけでございます。でその2つ目が今私、そのちょうど2つ目というところにいるんですが、その2つ目もまた何年かやって修行をいたしますと、初めて真打ちというふうに認められていくわけです。ですから前座になる前にまず前座見習いっていう期間があってね、これが大体3ヶ月ぐらいでございます。で前座見習い、前座、2つ目、真打ち、名人、人間国宝、御臨終と、まあこういったようなね、進み方をするんでございます。私はその、2つ目ということで、ちょうど私が今12年になるところでございます。まあ、これもね、とにかく順番でございますのでね、上の方が真打ちになってくださらないと私もその先に行けないんでございまして、多分あと3年ぐらいかかるかなというところでございます。そんなところでね、伝統話芸を継承していこうというふうに思い立ちまして、この講談の世界に入ったわけでございますが、またちょっとね、講談ってどんなものだよ、どんな風な芸能で、どんな特徴があるんですよ、どんなところがいいとこなんですよってお話をまたちょっと後にさせていただくことにいたしましてね、まずは
一席ちょっとお付き合いを願おうかと存じます。豪州彦根の主、いい家紋の神様のご家来で、柳田格之進。この方が曲がったことが大嫌い、あまりに真っ正直なために上役から嫌われまして、老老の身の上となりました。18になります娘のお絹さんと2人暮らし、まあ、筆行と申しますから書物の写し物なんぞをいたしながら細い路銘をつないでおりましたが、この方の一つの道楽と申しますのが囲碁でございます。まあ、この囲碁とか将棋なんというのも、こうあまりに腕の違いがあったら面白くないんだそうでございますね。さあ、ちょうど佐野や神戸という浅草馬道に住まいしております七両替えの大金持ちがちょうどいいお相手でございました。たびたびこの方の家の離れの座敷へ参りましては碁を楽しんでおりましたが、ある時その離れで三河屋から届いた50両の金子がなくなったというので、番頭の騎兵から疑われました柳田格之進。柳田の家を訪ねてまいりました騎兵に、その金子は自分が代わりに支度をいたすと約束をして返します。それではどうぞよろしくお願いを申し上げます。明日必ず参りますので。お父上、お父上。おう、おきぬ、聞いておったか。おかしなこともあるもんじゃな。あ、いや、しかしその方が心配をいたすには及ばん。あ、聞く、すまぬがな、二三日前から腰が痛い。また番長のおばのところへ行ってな、公約をもらってきてはくれぬか。あ、久方ぶりのことじゃ。二三日泊まってきてもよいぞ。お父上、お腹を召されるお覚悟で。悟りしかきぬ。ああ、柳田格之進、人様のものに手をつけるものではないが、もし神役人の取り調べを受ければ、主神戸番頭騎兵が50両の金子を懐にいたす覚えはなく、なればその場におりし渡れと聞かれ、柳田格之進と言われれば、奉行所へ引かれ、責められるは必要である。まあよい、それはよい、それはよいがな。侍は縄目を嫌うものじゃ。柳田格之進は極卒の手に縄をかけられたとなれば、主家の帰参はともかくも他家の仕官もなるまい。これはいっそのことじゃ。潔く切腹をして、見事柳田は金を取らなかったと分かってもらうより致し方あるまい。さあ、このことが分かれば早々番長へ立ちまするように。お父上、それでは私と親子の縁を切ってくださいまし。何、その方父を疑っておる。おう、切れと申さば切ってやろう。出て行け。そうではございませぬ。お父上がさようなことをなさるお方でないことは、この絹が私が一番存じております。しかしながら、先様がご立派なお侍になれば、あっぱれ柳田は赤心を見せるために見事腹かっさばいたとお褒めの言葉もござりましょうが、相手は町人、
柳田は取った金を使い果たして恥ずかしさに腹切ったと言われれば、死したる後にまた恥をかかねばなりません。もうしかしですから、私と親子の縁を切ってくださいまし。と申しますのは、女と申す者はお金になるとか、私を吉原とやらへ織り遊ばし、50両の御用立てを。バカなことを申す。娘を苦界に送れるか。しかしながら50両の金子、いかがして工面なさいます。よいよい、娘を苦界に送って何が武士道じゃ。よいよい、町人に分からずとも分かる者に分かればよい。わしは今宵切腹をいたす。その方はその方でな、良き道を歩み幸せを求め。お父上、お父上がお腹を召されて生きている絹とお思いですか。失せた金子ならば必ず出てまいります。私はお父上のその疑いが晴れまする日を待ちまする。この通りでございます。私を吉原へお売りくださいませ。しかし答えることもできぬ柳田も尻目に、お絹さん表へ飛び出します。やがて半時ほど経ちますと、どこでどう工面をしたものか、金八という世間を連れてまいりました。それではお父上、お世話になりました。顔を上げることもできない柳田格之進、お絹さんは一粒の涙をこぼすことなく、また振り返ることもなく、北国の空をにらみつけながら長屋の路地を出て行きました。やがて50両の金子が柳田のもとへ、まんじりともせず一晩じっと金子を見つめております柳田格之進。おはようございます。おはようございます。佐野屋の喜兵衛でございますが。喜兵衛か、入れ。喜兵衛、それに金子が支度をしてある。改めてみ。はい、どうもありがとうございます。それじゃ拝見をいたします。確かに50両、頂戴いたしましてございます。ありがとうございます。うん、50両の金子がその方の手にいれば、もう言い分はないな。はい、もう50両さえ入ればもう結構でございます。また主の御のお相手にと、まあ、おいでになることはないかとは思いますけれども、どうかご総見に。それでは失礼をいたします。待て、ゲイ。この柳田格之進、50両の金子を懐にした覚えはない。ないと申されましても。ないがな、奉行所へ訴えて出られては迷惑をいたすゆえ、50両の金子を支度いたした。失せた50両が出た時には何とする。で、出るわけがございません。出たなれば何とする。もう
もし50両の金子が出ましたなれば、あのこの私の首を差し上げます。もし私の首だけで足りないということでございましたらば、主孔明の首も差し上げますんで。その言葉忘れるなよ。さあ50両を受け取りました。この騎兵がもう手柄が鬼店へと戻ってまいりまして、だな、あの柳田でございましたよ、50両の金子出しましてございます。なんてことお前、あたしゃ言っただろう、柳田様はそんなことをするお方じゃない。ましてやそういうことがあったとしても、あたしゃ柳田様のためなら100両でも200両でも構わんから、早く返して。だってせかん、もうじゃいいよ、あたしにお貸し、あたしが返してくるからというので、柳名の家へ行ったんでございますけれども、もうすでに空き家となっております。ああ良い相手をなくしたとがっかりといたしております佐野や神戸。その年も暮れまして、すす払いの時でございます。店の者が大勢で大掃除をしている。ああだけどだけどだダメだよ、 そこはねもうちょっとほらちゃんと丁寧にやらなくちゃ、こうやってやる、あほらそこもあもうね、こういう時でないとできないんだから、ほらちゃんとやって、ちゃんと。バットさん、なんだよ松戸、そうそうしいね、大変でございます。私奥の離れの座敷を掃除しておりましたら、あの額の裏からコロッと落っこってきたものがあるんでございます。額の裏から、なんだよ、あのこれ お金でございます。お金、50両ございます。ハモレの額の裏から50両、離れの額の裏から50両。旦那様、だよもう、うるさいね、どうしたんだ。大変でございます。あの今あの小僧が多くの離れを掃除しておりまして、額の裏から50両が出てまいりました。50両、なんだいその50両ってのは。ですから、あの柳田様がいらした時に亡くなりました、あの三河屋からの50両。三河屋からの50両。そうだ、思い出した、あの時な、確かお前さんが50両三河屋からと言って持ってきた、私は確かに受け取ったが、そうだ、こう膝の上に乗っけておいてな、途中で川屋に行きたくなったんだ。川屋に行きたくなって、これをこのまま柳田様の目の前に置いておくのも失礼、また川屋にこの天下の通用金を持っていくのもなんだと思って、そうだ額の裏にねポンと乗っけといたんだよ。思い出した。よかございません。あの柳田様が50両弁金をなさいました。そうだよ、柳田様あのお暮らしの中から50両の金子どうやってお出しになったのかと思っていた。そうだ、これはいけないよ、柳田様すぐにお探ししなくちゃ。みんな旦那様、なんだよ、だから柳田様、旦那様、お探しにならない方が。何を言ってるんだ、柳田様50両弁金なさったんだ、柳田様お探ししてこの50両お返ししなくちゃならない。ですから柳田様がこの50両をお出しになった時に、50両が
出てきた時には何とするとおっしゃいましたんで。うん、なんて言った。私の首を差し上げますと。あげなさい、あげなさい。もうお前の首でも何でもあげてね、もう塩漬けでも何でもしてもらいなさい。それだけじゃないんでございます。私の首だけじゃ足りないだろうから、主神兵衛の首も差し上げますとな。もうお前は何を余計なことも。ああもう、ああ、分かった、ああもう分かった、ああ、みんなみんな、ちょっとちょっと、ほら集まって、そこ掃除いいから集まって、ほらそこもいいから、ほらみんなみんな、ほら集まって、あ、ほらいいから、うんうん、あ、みんな実はね、これこれしかじかでな、あ、お前たち柳田様は知ってるね、お顔はわかるね、うん、あ、これね、柳田様すぐにお探しして50両の金子をお返ししなくちゃならないんだから、うん、お前たちな、 あちこち行って、探してきなさい、どっか探しゃいるだろうからな、はいはい、行って、あ、待て、みんなにも何か励みになるようにな、よし、10両柳田様を見つけてきた者には10両やるから探してこい。へい、というのでお江戸800野町に散りました。それはそうでございましょう。柳田格之進を見つけてくれば10両の金子が懐に入るのみならず、1番番頭の首が飛び、2番番頭が1番番頭に、3番番頭が2番番頭、4番番頭が3番番頭、出世ができるというので、うわっと探しに行ったんですけれども、まあ広い江戸の中、武家屋敷まで探すことはならず、どうにも柳田が見つかりません。新玉の春を迎える正月の7日でございます。番頭騎兵は主神兵衛の名代として本郷台地へ年始回りに回っている。友の者は町内の頭、ハサミ箱を持って革の羽織を着て、そして後ろからはお年玉を持ちました小僧が風呂敷包を下げてついてくる。ちょうど夕刻に差し掛かりましたる帰り道、湯島の切る通しのあたりまで参りますと、3日間びっちりと降りました雪が下町の屋根屋根に積もりまして、真っ白なところに夕日がキラキラと輝いております。ああ、頭、いい正月だね。言いながら切通しの中ほどまで参りますと、それへ参るわ。佐野屋の番頭さんではないか。番頭さん、ほら番頭さん、誰か呼んでるよ、お侍さんが。どうも、佐野屋の義兵でございます。しばらくであるの。どうも、それ。いや、柳田様。いやいや、立ち話もなんじゃ。そこのある春風楼まで堂々してくれますよ。が後をついてまいります。近くにございました料理屋に入りますと、柳田格之進着ておりましたカッパを脱ぎ、風呂敷包みの中から紙下を取り出しまして、それへつける。番頭騎兵はと申しますと、表でつけておりました紙下を脱ぎました。頭、ちょっと預かっといておけ。なあだよ、おめえってのは礼儀を知らないね。あちらはお武家さん、
外で紙下つけねえで座敷に上がってから紙下をつけになった。おめえはなんだよ。外で紙下つけて座敷に上がってから紙下取った。そんな失礼なやつはねえもんじゃねえか。逃げるのに邪魔なんだよ。これからごちそうになろうってのに逃げるも何もねえもんじゃねえか。お前さん知らないからだよ。あれが柳田様だよ。あれが柳田様。聞いてます、聞いてます。ひでえ話があるもんだと聞いてますよ。いってらっしゃい。首を上げてらっしゃい。もうそんなこと言って。さあ、キー、それ。はい。神戸殿は達者かな。はい。達者にいたしております。さようか。よかったな。柳田様は大層ご立派におなりなさいました。うん、幸い松平左京之助様にお召し抱えをいただいてな。ただいま八十石を頂戴する身分と相なり申した。はあ、さようでございますか。おめでとうございます。神戸がよく申しておりました。柳田様は必ず世の中に見出されるお方だと。いやいや、まだ仕官したばっかりでの、借金も返済せずにおるわ。あの柳田様、恐れ入ります。あの折の50両。ああ、待て待て待て。この春じゃ、めでたい時にその話。お聞きお願いとございます。ちょうど去年のすす払いの時でございました。小僧が奥の離れの座敷を掃除しておりますと、額の裏から50両が出てまいりました。出たか。はい、なんとも申し訳のないことで。ああ、初春早々良いことを受けたまわった。晴天白日を見る思いがいたす。去年の暮れから柳田様をお探し申しておりました。キー、あの折の約束忘れてはおるまいの。忘れてないから困ってるんでございます。あの、どうぞ柳田様、ご勘弁を。あらん。だがな、当家でその方の首を取れば当家の迷惑と相なる。明朝佐野館へ身どもが参る。両名首を洗って待ちまするよう。はあ、佐野屋へと戻りました。騎兵から話を聞いた神戸。ああ、そうかそうか。柳田様がおいでになったか。ああ、よかったよかった。ああ、そりゃよかった。わかった。わかった。話はわかったから。明日はな、私が柳田様のお相手をするから。お前はな、蔵の中にずっと隠れていなさい。あたしがお相手をすらえ。
任せなさい。柳田様、これはどう？この度はご仕官誠におめでとうございます。神戸騎兵はいかがいたした？あの柳田様、あれはですね、私めが騎兵に命じまして行わせたことでございます。あれはですね、私と馬場が以前浜松の在に参りました時に、馬を引いております子供がございます。なかなか話を聞いておりますと、親孝行ゆえ江戸に出て奉公したいというのを私が親を口説きまして、連れてきたようなものでございまして、あれの年老いた母親があれの出世を楽しみにしております。まことこの神戸が命じたことでございますので、どうかこの神戸の首でご勘弁の。ほら、違います違います、いや柳田様、違います、お前は出てきちゃいけない、違います、私がやったんでございます。旦那様何もご存じないんでございます。私がやった、勝手にやったことなんで、これいいんだよ、お前はまだ若いんだから、私は年なんだからもう構わないんだから、どうか柳田様、私の首でご、いや柳田様、私の首でご勘弁ならん。あの金子を求めるにはな、柳田格之進血の涙を流した両名の首を落とさねば腹の虫が収まらん。両名、それへ治れ。はい。はあ。下げ物を取ってたすきをかけます。ひょいっと見ると床の間に五番。もったいないがな、その方どもの首の台座じゃ。両面、覚悟いたせ。大刀を振りかざしましたる柳田格之進で一刀を振り落とした。柳田さん、これは主、神戸は騎兵を救わんとする、また騎兵は主神戸を助けんとする、それに免じて許して使わす。見よ、この五番を切った。思えばあの時碁に夢中になっておったからかようなことに相なったのじゃ。あれ以来わしは碁石は持たぬ。神戸、その方も以来慎むようにいたせ。見ると碁盤が真っ二つになっている。ありがとう存じます。酒だ、お酒の支度をしておくれ。あの柳田様、一つお伺いをしたいことが。何じゃ？あのお暮らし向きで50両の金子を
ごくめんなさいましたが、あれはあのどのようにして。聞くな。あのお嬢様はお達者で。言うな。まさか。事の次第を知りましたる佐野屋孔兵衛が、これから人を吉原にやりまして、娘の絹を身請けしてくる。佐野屋の奥座敷、柳田格之進と絹が親子の再会を果たしますが、さすが強情我慢の柳田も棒打の涙を流したと申します。手や足の汚れは誰も落とせども、心の赤を落とす人なし。これは柳田格之進堪忍袋という一席でございます。あの講談初めての方はいかがでございましたか。いやね、ありがとうございました。あの講談をね、聞いていただく方っていうのは、あの昔から何を楽しみに聞きに来てくださるのかなと私も思うんですけども、やはりこの講談のストーリー、このお話の良さだと思うんですね。あの講談と落語のね、一番の違いというのがこの話なんでございます。例えば落語でございますとね、落語の話でまあ思い浮かぶのは、登場人物の名前でいうと熊さん、八っつぁん、ご隠居さんとか与太郎とかね、何でしょう、今で言うとアイコンっていうんでしょうか、別にどこの誰それという固有名詞があるわけではなくって、もうどこにでもいるこう一つのね、まあ人の何て言いますか、タイプ、パターンでございますよね。そういったものをまあいろんな人が自分に当てはめて共感をして、分かる分かる、そうなんだよねと思ってこうね共感したり、あるいはこうほろっとね最後にこう涙を流すような人情話なんかもありますけれども、笑って泣けるね、そういうまあ特に笑いというものをテーマにしたのがこの落語というものだと思うんでございますけれども、まあ、ですからあの具体的ではないんですよね。もう非常にこうポピュラーだから、言ってみればどこに行っても、まあ、受ける話なんでございますよね。だいたい庶民が主人公になったりしてますからね、脇役だってそうでございますよ。だからたまにこう侍とか出てくるんですけども、だいたい侍ってこういう感じっていうステレオタイプの典型的な侍が出てきたりなんかしますので、そこにあんまりこう個性というものは求められなかったりするんでございますけども、まあそのあたりが講談と言いますとね、完全にこれ固有名詞なんですよ。今の私の話も、豪州彦根の主、いい家紋の神様のご家来で柳田格之進ってはっきりとした名前がございますでしょ。そしてどこどこに住んでいたっていう、ね、地名があって、そしていつの時代、今の江戸時代でございますから、そういう時代性があって、そしてその人がどういうことをした、ね、あるいはどんな業績があった、あるいは一般の方ですとどういうふうな生き方をしたなんていう感じで、その一人一人のそのストーリー性、あるいはその業績だったらその業績の素晴らしさとかね、そういったものを具体的にお話をするのが講談なんですね。でもう一つ言いますと、落語というのはだいたい会話でお話が進みますね。クマさんとハッちゃんだったら、クマさんとねハッちゃんがこう会話をしていく、その会話でもって話が展開していくわけですけども、講談というのは、まあ、もちろん間にあの会話っていうのは入りますけども、途中に読みが入るわけです。はい、ですからこう読んで間に会話が入ったりする、あくまでも講談というのは読みなんですね。なぜ今日はこういう素敵な素晴らしいこの講座をね準備していただいたんですが、私たち普通は尺台というものを使うんです。噺家さんとまず、2つ違う道具がありましてね、1つが尺台です。そうですね、まあ、よく似ているもので言えば、お寺さんで使います経机、
はい、京机のようなこう台があって、京机は前のこう膝隠しがございませんが、釈台はこう膝を隠すところがある、そういう、こう台になってるんですね。でこれは何かと言いますと、本を置きまして、その本を読みながら時々講釈をしたりする、その読みでもって進めていくということから、講釈師と明治時代ぐらいまではそっちの呼び方の方が一般的だったんです。古く起源を求めますとね、平安時代ぐらいの仏教説法から始まっているという説もあるんですよ。ですから、あの講座というのもね、もちろん仏教用語でございますし、前座なんていうのもそうでございますけども、その仏教説法が起源だとい う, もう講談、これもその仏様のありがたい教えを講釈しながら解釈して、そして聞いている聴衆に説明をするというので講釈と言ったんですね。ですから講談っていうのは実はね、仏教に非常に深い関わりがあるんでございます。はい、まあ、先ほどの話で言いますとね、その釈台の上に本を載せて、そして時々これはこういうことなんですよ、あるいは今だったらこんなこと言ってますけど歴史上では本当はこういうことはなくってこうだったらしいですよ、なんていうことを、まあ、ちょっとしたアドリブをね入れたりしてお話をしたりするわけでございます。そういうその講談は読む、落語家さんというのはその会話で進みますから話す、つまり落語家を話し家というのはそういうことなんですね。でもう一つはこの張り扇なんです。道具として違うのはこれなんですね。どんな風に使うか、使い方いくつかございまして、これは元気3年水の江猿年10月14日法要の大衆武田大僧正信玄七重の鳴らしを整えて、その勢3万5千4人を従え甲府八つ花形を来発なし。はい、これね修羅場って言います。今でも言葉でございますでしょ、男女の修羅場なんてね、あんまり、経験したくはないですけどね。こういう修羅場っていうのは講談の中でいう戦いのクライマックス、これを言うんです。いわゆる山場ですね。戦場に行って見てきたようにこれを読むわけでございます。実際そのね、講談師が行って戦場にね、赴いて一人一人の武将たちの働きとかを見たわけじゃないのに、まるで今目の前でそれが行われているように臨場感豊かに読むというのが講談の最大の特徴なんですね。ですからそういう軍記物を読むときにこの張り扇というのは欠かせない道具なんです。リズムを取るんです。今やりましたよね、とかあるいはとか、あるいはポンとかね、あるいはパン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 、いろんな叩き方をするんでございます。はい、ですからこれが張り扇というものでございます。先ほど言いました、あの古くは平安時代の仏教説法からという説がありますよと言いましたが、まあ、一般的にはですね、講談というのは戦国時代から江戸時代にかけてのおとぎ衆、おとぎ衆って聞いたことあります？おとぎ話って言いますでしょ。はい、おとぎっていうのはそのお話のことですね。ですからお話をする人のことをおとぎ衆というんです。はい、これはつまりどういうことかと言いますと、武将とかね、その侍とか武士とかそういう、こう人たちのそばにいて、いろんな古今東西のお話を、歴史をひも解きながらする人がいたんです。豊臣秀吉にもいましたし、徳川家康にもいましたし、大体皆さんそういう自分のおとぎ衆というのを持っていたんです。何人もどんな話をするかっていうとね、え暇人が暇なくだらない話を聞くってわけじゃありませんから、やっぱり大名がねお話を聞くわけですから、ためになる話をしなくちゃいけないんです。ためになる話ってどんな話かっていうと、つまりそのそういうこともね、後々にはあるんですが、多くは歴史の話なんです。はい、歴史、古今東西も中国だとか日本だとかいろんなところからの歴史を引きながら、もう主に戦いですよね、戦いのお話をひも解きながら、この時この人はこういうことをしたから失敗をしたんです、この時こうだったらもしかしたらうまくいったかもしれないとかね、いろんなその役に立つ戦いのお話とか、あるいはその人の機微の話とか、
真理の話とか普遍的ないろんなことのお話をするのがこのおとぎ衆の役目だったんですね。こんな言葉がございますね。賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶ、なんていう私もいい言葉だなと思いますけれども、それぐらい歴史の中にはやっぱりいろいろとためになる教訓というのがいっぱい入ってるわけでございますよ。ですからそういう歴史の中の教訓というのを、軍記物を読むことで武将たちは自分の糧にしたわけですね。教訓にして、よし同じ鉄を踏まないようにしようということで、そういう人たちを周りに置いた、それが講談師のルーツだというふうに言われております。実際今私が読みました「これは元亀三年水の餌る年10月14日」これはね、三方ヶ原の合戦といいまして、徳川家康が最大に負けた、誰を相手の戦いか分かりますか？武田信玄でございます。もう老獪な武田信玄にね、まだ30代の若い家康が翻弄されましてね、もう散々な目にあったんでございます。そういった戦いの様子を描いたのがこの三方ヶ原軍記というもので、ちなみに私たちが講談に入門してね、最初に読むのがこの三方ヶ原なんです。これがいわゆる講談師の教科書と言われるようなもので、私たちはこういう軍記物を、まあ、前座としてね、いろんなその講談会とかの前で読みながら講談のリズムを身につけていくわけでございます。で、家康はどんな話を読んでもらっていたかというと、大体ね、一番最初は太平記。太平記、これは南北朝の争いですね。もう壮大な南北朝の、南朝北朝の戦いのお話が太平記でございます。あるいはもうちょっと前の源平盛衰記、源氏と平家の戦いですね。こういった源平盛衰記とか太平記とかを家康は読んでもらってたわけですよ。私たちのもう大ルーツと言われる大先輩方に。ですから今私がこうやってお話をするのも、もともとは家康もそうやって聞いてたってことですからね。すごいでしょ、この講談の歴史っていうのも。まあ、落語はね、大体年代としては一般的には同じぐらい、400年ぐらい前のものと言われておりまして、この落語の方もやっぱり仏教に関係ありますよ。安楽庵作伝という確か浄土宗のお坊さんだったと思いますけど、このお坊さんがやはりその仏教の教えを、笑いを、ね、随所に織り交ぜながら人々に話をしたっていうのが落語のルーツだというふうに言われておりますので、まあ、大体落語も講談も仏教に非常に関わりがあるという芸能なんでございます。はい、そういったそのおとぎ衆から始まった講談師、この張り扇二つ目の使い方は、ポンと叩くときに、私もさっき講談の中で何回か叩きましたね。一回叩いたり2回叩いたりいたしましたけども、これは叩くことによって場面がね、変わるの、変わるんです。ここで、例えば、この家からこっちの家に変わります、柳田の家から今度佐野家になりましたよっていうのが、この張り扇をポンと叩くことで一回転換するんですね。それを、まあ、皆さんに分かってもらうためにこの張り扇を使うということがございます。はい、便利なんですよ。それからもう一つね、ものすごく便利な使い方があって、あーそうよね、お昼食べた後だからね、眠くなるよね、下を向いている人がいるわと思ったらポーンと叩いて起こすこともできるんですね。そうなんです、ね、これね、ポーンと鳴るとびっくりするでしょ。これ小学校とかね、お子さんの前でやるときにまずこれをバーンと叩くとみんなねピクッとするんですよ。すっごいね、あそんなに驚くっていうぐらい子供たちが背筋がピーンと伸びたりするんですけども、こんな風に、私も今日ね、どこかでなんか眠そうにしてる人いないかなと思ったら、これで容赦なくバシッと叩いて起こしますんで、そのつもりでいていただければと思いますけれどもね。そういう、まあ、一番それがもしかしたら便利な使い方かもしれませんね。はい、で講談というのはそういういろんなこう道具を使いながら、そして、お話がね、まずしっかりとしたお話であるということ、このストーリーの面白さ、それからストーリーの豊富さという意味では、この講談のね種類がすごいんですよ。たくさんあるんです。
どのぐらいたくさんあるかっていうと、もう数えきれないぐらい。はい、今私がね、一番最初のルーツは太平記とか源平盛衰記とかの軍記物だって言いましたよね。で、軍記物っていうのは戦いの場面を、まあ、臨場感を持って読むというものでございました。家康の頃からちょっと話を進めますとね、家康の前で読んでいたのが他の大名たちも、あ、それはぜひ、それがしのところに来て読んでもらおうかというので、いろんな大名たちに呼ばれて、公爵氏がいろんなところに行って同じように話をするようになった。で、だん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 また時代が下がりますと、これが一般庶民にまで広がっていくんですよ。辻説法なんていうね、言葉があります。辻々で立ってお坊さんが説法したっていうことがございます。はい、そういうその辻々に立って公爵をしたんです。辻公爵と申します。で、辻々で立っていろんな、最初はまあ軍記物のお話をしてたんでしょうね。戦国時代が終わって間もない頃ですと、まだね、侍だった人が浪人になって食いぶちを稼ぐために鎧姿でね、通りすがり の徴収からお金をもらって講談を読んだなんていうこともあったそうでございます。で、だんだんその辻々で読んでおりますとね、お天気の日はいいですけどね、雨が降ったり雪が、ね、降ったり、いろんなお天気の悪い時には困りますよね。はい、それでそういう時のために、こう尺場といいまして、講釈を専門に聞く場所ができたんです。はい、そしてまた、家康公のお話とかをねしますから、低いところで聴衆と同じ高さでやったらもったいないっていうんで、こういう高いところからお話をする講座というのが設けられました。それが講座なんですけども、そういったことで、講座ができて、そして講釈を専門に聞くような場所ができまして、そしてお話の種類もたくさん増えてきました。この軍記物の他にどんなものがあるかと申しますと、例えばですね、武芸物といって宮本武蔵とか、荒木又右衛門とか、塚原卜伝とかね、剣豪、とにかく剣が強かった、そういった武芸者のお話、それが武芸物というんですね。あるいはおさばき物といいまして、おさばき物で有名なのは大岡越前守のお話ですね。大岡越前、お子さんいらっしゃるけど知ってます？見たことある？知ってる？すごい物知りなお子さんがいましたね。大岡越前ね、昔はほらテレビでやってましたでしょ。だからね、日本人誰でも知ってたんですけど、あ、最近でもまた大岡越前やってますよね。やってるから分かるんだけど、やってない時のね、お子さんに聞いても分かんなかったです。うん、で、この大岡の話もね、全部が大岡の話じゃないそうですよ。それこそ中国とかね、日本のいろんな武行のお話、いいとこ取りして講釈師が作ったんです。そうなんですよ。だから大岡越前がドラマでやってますけど、あれ元は講釈師が作ったんですからね。遠山の金さんもそうですよ。遠山の金さん知ってますよね、皆さんね。ね、遠山の金さんもあれも講釈師が作ったお話。そうなんです。それからあとどんなお話があるかというと、仇討ち物。仇討ち物は有名なのが、古くからいくと曽我物語、曽我の十郎五郎の話は知らないかな、さすがにね、お子さん知らないかもしれない。最近はね、曽我の話を知らない人が多いんです。曽我どころかね、もう一つ仇討ちで有名なのが忠臣蔵ね。それもそうなんですけどね、忠臣蔵がね、知らないお子さんいるの。大石蔵之助とか読めないんですよ。大石内蔵助って誰？そうなの。浅野匠守とか読めませんしね。吉良上野介、吉良上野介全然読めないんですよ。そういうね、忠臣蔵というのはもともとはね、赤穂事件といって浅野匠守が吉良上野介を江戸城のね、マスの廊下で人情事件に及んだ、それが元になっているんですけども、これもね、講釈師が作りましたよ。いろんなお話、赤穂義士本殿というのが、きっかけになりました。そのね、いろんなことから殿中人情があって、そして主君の仇を四十七士が討つという討ち入りまでが本殿、
それから赤荻氏命名伝といいまして、これは四十七氏命名のお話、これが赤荻氏命名伝でございます。そしてその命名の外のお話として、まあ、番外編というか義士ではないんだけれども義士と同じような重要な役割をしたような人物のお話、天の槍兵とかね、そう男でござるとか、そういった人のお話を集めました赤荻義士外伝なんていうのがございます。これがやはり講談ではもうたくさんありますね。それからそうですね、お家騒動ものっていうのもあります。これは伊達騒動、はい、これ名木仙台萩とか、大河ドラマのも、ね、もみの木は残ったとかで有名でございます。伊達騒動、加賀騒動とかね、黒田騒動とか、そういったお家騒動もののこと、金ぶすまものといいますけれども、こういったお話も作られた。それからさっきね人情話が出ましたけども、世話物って言います。お富与三郎ね、死んだはずだよお富さんって知ってます？私はねごめんなさい、本当はその世代じゃないんですないんですけど、このフレーズはなぜか知ってる。それぐらい有名になりましたよね。お富与三郎とか歌舞伎とかでやるね神結神座、はい、これも講談師が作ったお話です。それから水戸黄門知ってるよね、知ってるよね、そうね、お子さんも知ってる水戸黄門万有記って、あれねだって黄門様全国旅してませんから、そうなん、あれね嘘なんですよ。でも講談師がね作ったんです。全部水戸黄門万有記っていうのを作って、それを講談でやったらものすごくヒットしましてね、それがお芝居になったりドラマになったりして、もう今や日本中誰も知らない人がないっていうぐらい日本で有名になったのがこの水戸黄門でございます。それから清水の次郎長、国定忠治ご存知ですね、そう橋脚ものでございます。これも講談師が作りました。そうだからね、実は講談師が作ったお話がいっぱいあるんですよ。それをね今の方たちはね知らないんです。こう言うとね大体みんなね、どこ行ってもへーってへーボタンを押してくれます。そうなんです、もう本当それはね枚挙にいとまがないぐらいたくさんありまして、一説には講談というのは1万以上、もしかしたらもっとあるかもって言われてぐらい、お話の宝庫なんです。世界中で一番話の種類が多いのがこの講談です。しかも今言ったの古典ですからね、新作っていうのもあって、どん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 新しい話が作られるわけです。もうね大変ですよ、何でも講談になっちゃいますから。そうね、最近のお話だと何でしょうね、まあいろんな話がございますけれども、もう何でもいいんですよ。世の中でね話題になったお話とかをもうすぐ講談にして人々に読んで聞かせる。それから世間で起きたいろんな事件とかね、問題とかいっぱいありますよね、ね、そういうのをね、すぐに講談にして発表して聞いてもらう。つまり昔メディアがなかった時代には講談師がジャーナリストの役割をしていた、あるいはテレビ番組でいうニュース番組とかね、あるいはワイドショー、そんなような役割をしてたのが講談師です。ものすごくね自由なんですよ、フレキシブルなんです。だからね、例えば 私もいろんな仕事をするんですけど、いろんなところで町おこしの話とかを作ってほしいって頼まれて、実際その姉妹都市の提携を結ぶような盛り上がりを見せたようなところもありますし、ある大学のね偉人のお話を作って、そしてそれをその大学でお話をするとか、あるいはもう個人でも大丈夫ですよ。今日聞いてくださってる方の自分史を講談で作ってほしいとか、あるいは結婚の馴れ初めをね両家の結婚披露宴でやってくれないかとかいうのはありました。もう本当に講談というのはね、いろんなことができる、もうとっても可能性にあふれたメディアでもあるわけです。今ねこうやってそれこそグローバルっていうんですか、グローバリズムなんていうね言葉がありますし、それこそインターネットを使えば信じられないぐらい地球儀の中どこにでもつながっちゃうような、今もアフリカの奥地行ったってみんなスマホ持ってるでしょ、原住民の方たちが。あれびっくりしますよね、もうどこに行ってもそんなインターネットでつながって
まあ、もちろん偽情報っていうのも多いですけどね、そういったあの本物かどうかっていうのをちゃんと自分であの見極めるという能力もこれからますます必要になってはくるんですけども、そうやってこうインターネット化が進んで、そしてグローバリズム その風潮がもっともっと進んでくると、なんかねこう今までこう来た日本のやり方っていうのがどこまで通用していくのかななんて、もう昨今の国際情勢を見るとね心配になっちゃうようなことがたくさん起こっておりますけれども、それでも私思うんですよ、今ね柳田格之進聞いていただきましたけど、いい話でしょ。これはね日本人だったら絶対心の中に あるみんなが持ってるものだと思うんです。嘘つかない、正直に生きる、ね、そして私すごくこの日蓮聖人の教えでとても大事だなと思うことに一つとして、今を生き生きと生きるっていうこのねお言葉本当に素晴らしいなと思うんですけども、今何が大事かっていうのを自分でちゃんと判断できる主人公が講談にはねいっぱいいるんですよ。だからその例えばね、その時に自分にはとっても社会的に不利な状況に追い込まれたとして、例えばこう なんかね周りがなかなか うまくその自分のような感覚でいかなかったりする時にね、なんかこう自分の気持ちを曲げてね、しょうがないからこういうふうにしとこうかとか、自分の気持ちとは裏腹な行動を、ね、しなきゃいけないような状況に追い込まれることって現実問題いっぱいあると思うんです、世の中ってね。でもそういう時にぐっと押しとどまって、日本人がこう古来から大事にしてきたね、日本人の美意識とか情とかね、その言い訳しない、正当化しない、気分よく行くっていう、なんかそういうようなものをしっかりとこう踏みとどまって今をしっかり生きるということをやっていける主人公たちっていうのがいっぱいいるんですよ。そうなんで、武士道もそうですしね、武士道だけじゃないんですよ、町人道もそうだし、侠客道っていうのもあります。うん、侠客の中にもただのヤクザじゃないんですよ。昔 その清水の次郎長とかね、国定忠治で描かれてるその、はい、あの人物像っていうのはただただそういったことをするのではなくて、やっぱり自分の信念に基づいて何を成していくか、何をやっていくかっていう、やっぱりねそのいろんなその住んでいる、自分が住んでいるこうエリアというか、その社会の中での生き方を道と道と表すならば、どんなところにもその道っていうのがあるんですよね。町人には町人道がある、粋な町人道があって、武士には武士道という、まあ武士道って何が一番の特徴かっていうと、やっぱりこれは仁、人に仁と書きます、仁なんですね。で仁ってどういうことかっていうと、これは思いやりなんです。思いやり、つまりそれは他者への思いやりなんです。武士の情けって言いますでしょ、はい、さっき柳田格之進も武士の情けがございました。これは柳田格之進が見せた情けなんですけれども、日本人にはそういったやはり、古来大事にしてきたものすごくこう素晴らしい美徳があってね、生き方があって、そういった、土壌が絶対エッセンスとして残ってるんですよ。多分そういったものが講談の中にいっぱい入っているからこそ、講談を聞いてくれたお客様は、ああ講談っていいねって思って、ちょっとね講談を聞いた時に背筋がピンとなるような気持ちを味わってもらえるんじゃないかと思うんですよ。つまりこう損得感情じゃなくて、例えばですよ、最近ね日本人の中でも例えば何かこううまくいかない時に人のせいにしたりですよ、上が悪いと言ってみたり、下が悪いと言ってみたり、責任取らなかったりっていろいろね、こういろんなことが起こってきましたよね。でもそれはそうじゃなくて、損得じゃなくて自分が何を原則に生きていこうかっていう、そこの部分に踏みとどまれるかどうかだと思うんですけども、まあ、なかなかね現実世界の中で踏みとどまってそれを実践できる人っていうのは少ないとは思うんですが、せめてその講談の中でそういうこう生き方をしている人物を見て、ピシッとこう背中が伸びるような感覚を味わって見る、それはやっぱり講談というのがいろんな多くの物語の中にいろんな人生の見本があるからなんですね。生き様の見本があって、人がどうやって生きていくかということの、何でしょうね、一つの
こう正解といいますかね、一つだけじゃないですね。1万物語があったら1万通りの正解、どれがいいとか悪いとかではなくて、やっぱりその人その人で信じていくものがあると思うのでね、そういったものを今ここに踏みとどまって、今を生き生きと一生懸命今なすことをやる、その今なすことを間違いなくやっていったら、その積み重ねが未来ですから、その積み重ねの未来が決して悪いわけがないと私も信じているわけでございます。そうやって今を一生懸命、今を生き生きと生きる先に、嘘のない、ね、気持ちよく生きられる人生が待っているんじゃないかなというふうに思うわけなんでございますけれども、そんなお話でもう一席講談を楽しんでいただきながらお別れとしたいと思います。芝阿多子さん、86段の石段を馬にて見事乗り上げ乗り下ろし、将軍家光公から日本一の馬術の名人であるとお褒めのお言葉を賜りました間垣平九郎が、江戸詰めから国詰めを仰せつかりまして、四国の丸亀で務めをいたしております。でこの方は非常にお酒の好きな方でございまして、ちょうど、まあ、5月の半ばというので、この間明けたばかりでございますけれども、今で言えば梅雨の時期でございましょうか。しと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 降る雨、ちびりちびりと杯を傾けておりますと、玄関で、お頼み申します、お頼み申します。誰やら参ったようだな。下郎がいないので不自由だ。大将自らのご出馬か。ひょろりと立ち上がって玄関まで来てみると、降る雨の中、傘もささないのか手ぬぐいですっとこかぶり、しりきり万点たったの一枚でぐっしょり濡れた若者が立っております。なんだ貴様。あの旦那、その障子をちょいと開けておくんなさい。開けなくてもよく見える。障子が閉まっているけどもよく見える。これなんでかって言うと紙が貼ってないんですね。いや貼ってあったんですけども、平九郎先生、ここへ越してきてからちり紙を買ったことがない。はばかりに行くたんびにビリッビリッと持っていくもんですから、骨だけ、あの骨だけでも邪魔だから開けとくんないな。面倒なことを申すやつじゃな。なんだ貴様は。なんだ貴様はとおっしゃいますから、私の答えは人間だ。どっちから来た。あっちから来た。なんだと。旦那の聞き方があるんだ、お前の国はどこだ、何という名前でどんな用事があって来たとかと聞いてくれなきゃ、すらすら答えはできませんよ。理屈っぽいやつだな。お前の小国はどこで、何という名前でいかなる要件があってここへ参ったか申してみよう。そうやって聞いていただけますと初めてお答えができるんでございます。あしはね、旦那、筑後の国の柳川でござんす。柳川。酒の魚になるな、ね、あの土壌を開いて卵でまぶしてあれじゃねんで、柳川ってところでございます。あしはの百姓のせがれで土土兵といいやす。妙な名だな。これはあの親父がつけてくれましたんで、何でも人間の心というのはいつも平らでなくちゃいけねえってんで、たびたび平らと書いてどどへってんです。お前の親父は学者だな。いえいえ学者じゃねえんで、百姓でございます。それでね、旦那、あじゃあの馬が大好きでございまして。妙なものが好きだな。野良馬が一匹おりましてね、あちこちこう飛び回っておりますうちに、もう畑荒らしだ野荒らしだと、ここと言われたのはもう二度や三度じゃございませんで、ちょうどいい塩梅に親父もおふくろもバテちゃいましたんで。何、死んだんで。親が死んだの。お前、自分の親だから売っちゃっといてごめんなさいな。それでね、もう親も何にもね、一人っきりなんで、でどうしてもね、馬のことが忘れられねえんですよ。話に聞くと、四国の丸亀ってところに日本一の馬乗りの先生がおいでになるってから、ああじゃあその先生ところへ行って生涯馬の靴輪でも持って暮らしたら、こんな幸せなことはねえだろうなと思いながら、電池電波た、売っ払ってこうやってやってきました。旦那、旦那から
間垣王先生に吉名にお取り次ぎを。何が間垣王先生だ。間垣はわしだ。え、旦那が間垣王先生で。へえ、あっしゃ日本一だと聞いてきてっから体から五香でも出してるかと思ったら、なんで汚ねえ日本一だけど旦那がご本人なら話がええや。旦那置いとくんなさいな貴様、身元受け人はあるか。ええ、ござんせん。受け人のない奉公人を置くことはできんの。だってね旦那、あじゃ九州だよ。四国へ奉公に来るのに受け人背負ってくるわけがねえじゃござんせんか。あのな、日本国中どこへ行ってもな、受け人のない奉公人を置くやつがどこにある。じゃあダメですか。ダメだ。なんだよ、あっしゃもう間違いねえと思ったから、銭はみんな使っちまって一文なし。どうしても置けねえんですね。ダメだ。じゃあごめんなさい。出ていく後ろ姿を見送った平九郎。何石山に秋の月、百姓のせがれだなどと申しておるが、あやつ侍だな。耳のつぶれているありさま、面ずれの様子、剣術柔術免許以上と見て取った。いずれかの藩士だ。わしの間垣流の奥義を盗みに来たやつかもしれん。剣を抱えて寝るも等しお、針のむしろに座るも一興置いてやるかな。なんとか言ったな。たびたび平らでドド兵か。ああ、待て待て、ドド兵。なんだ、ちょっと用がある。戻ってこい。あのね、置いてくれるからけれと主人だよ。お金となったら赤の他人じゃござんせんか。おらな用はねえんだ。おまはんの方に用があるならおまはんの方が来るのが礼儀ってもんだ。理屈を申すな。行きたいがな、下駄がない。下駄のないお屋敷ですかい。はい、旦那参りました。なんか用がね。置いてやる。え、あしゃの受け人がねえんでござんす。当方で作ろう。え、何百人でも。人間ではない、この刀だ。刀が受け人でござんすか。将軍様から賜った志津三郎を金打ち、万一貴様に不都合なことがあれば、これでスパッと切っちまうがどうだ。へえ、結構でござんすね。あっしゃそういう、もうさっぱりしたことが大好きでござんすよ。まあ、ぐず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 、くじだの訴訟だの、ああいうのはもうできれいなんで。あの旦那、すいませんが、その受け人さんにちょっと会わしておくんないな。妙なことを申すやつだな。どうだ。へえ、これはまた切れそうでござんすね。受け人さん、どうぞよろしくお願いいたします。台所で足でも洗って上がってこい。妙なやつが来たから当分退屈をしなさそうだと、今に戻ってちびちびやっておりますところへ、あの旦那、こちらでござんすか。ああ、こらこら、どどえ、しずくがポタポタ垂れとるじゃないか。だってね、この雨の中傘もささずに歩いてるってと、日本人は濡れますね。日本人でなくとも濡れるわい。体に毒だから早く着替えてこい。それはダメなんだ。なんでダメなんだ。あしは北国の雷なんで。なんだ、北なりってんで。北切りすずめのお宿はどこだ。お前の申すことはよくわからんな。着替えがないのか。ならば向こうの部屋にわしのが 2,3 枚ぶら下がっとるはずだ。どれでもいいから着てこいよ。え、けれい主人というとこんなに情のあるもんでございますから。旦那、あのこれお借りしてまいりました。こらこら、そりゃわしのよそ行きだ。まあまあいい。面白いやつだ。そこへ座れ。一杯やろう。え、結構です。なんだ、
酒は嫌いか。え、あのね、あっしはね、生涯のうち一度でいいから酒ん中で泳いでみたい。そんなに好きなら飲めよんだってね。旦那ご主人でしょ、あっしは嫌いでしょ。一杯飲め、へーへー、もう一杯飲め、へーへー。これじゃあね、ちっともうまくもなんともないよ。どうせ飲むんだったら、おい兄弟一杯どうだ。お前今奉公に来てそこに座ったばかり、ばかりと、ほら、だからいただきませんってんで、そんな酒ならいただきませんで。酒の中で泳ぎたいやつが前で見ていて、わしだけ飲んでうまいわけはないわい。もう何でもいいから飲めよ。ありがとうございます。じゃあいただきます。いやいやいや、へー、旦那結構いい酒飲んでますね。これ大地、酒が盛り上がったら、じゃあいただきますね。あー、うめえ。腹渡りしみ当たるようだ。あれ旦那、あのここに何かたくあんありますけど、これって何でございますか。酒の魚だ。へえ、これ酒の魚、なんで切らねえんです。切ると味が変わる。あ、なるほどね。それでこの丸かじり。あれ旦那、これ血とかびてますぜ。ああ、五六日洗わんからの。この生あったけえのにたくあん五六日洗わなきゃ、そりゃかびてきますぜ。うん、今朝あたりはな、あの台所の水がめで洗おうと思ったが忘れた。え、じゃああの台所の水がめ、このたくあんガバガバ、プッ、何をいたしとる。ああ、もうあしゃね、さっきあの足洗って喉が渇いたから、あの水がめの水一杯飲んだんだが、もうカビくせえ、やにしょっぺえ水だなと思ったら、このたくあんガバガバ。あれを飲んだか、知らねえからやっちゃいましたよ。お前の腹渡から五六日すると蚊が飛び出すぞ。あの水がめの中にはな、ボウフラがうーんと湧いておる。あの亀の水を使用せんとするときはだ、あの亀の縁にこう棒が一本乗ってたら、それをなポンポンと叩くんだ。ボウフラが驚いて沈んだ隙に飲まなくちゃいかん。大変な水あしゃ飲んじまったね。どうもまあ、しかしまあ部屋の中見るとまあ汚れてますね。旦那たまにはほうきで吐いたりするんですか。この世の中にほうきが存在することを平九郎は知らんわい。はあ、吐いたことねえんでござんすか。驚いたね。まあでもね、足が来たからにはもう舐めたようにきれいにしますから、どうかご安心なすって。ああ、それからな、お前うちで奉公するとなると、わしの気を飲み込んでおらんといけんが。わしはな、シラフの時はそうではないが、一杯飲んで酔いが回ってくると、こう時に峰打ちを食わせる癖がある。これ峰打ちだから酔いがな、真剣となると命がもたんというので、奉公人が居つかない。まあそれだけは気をつけてくれ。あ、そうですか。あ、それじゃね、足もこれから峠でご奉公をしてごやっかになるって言うんですから、足の肝飲み込んでおかないといけないんでございますけどね。足もシラフの時はそうじゃねえんですが、似てるの。え、一杯飲みましてね、酔いが回ってくるってえと、主人も蜂の頭もねえんで、もうぐるぐる引っ張り回して、引っ張った癖があるから、旦那気をつけてくんな。妙なやつだな。さあ、その翌朝からこのドド兵、くる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 よく働きます。さすがの平九郎が驚いた。言いつけるようを言わなくてもわかる。お茶が飲みたいなと思うと、旦那お茶が入りました。タバコを吸いたいなと思うと、火をつけて前で待っている。重宝なやつが来たと思いましたが、驚いたことにはこのドド兵のお酒の分量です。もう結構と言ったことがない。さて、ちょうど奉公に来て10日目。旦那、なんだドド兵、酒がまた切れましてございます。ぞっとするなこりゃ。わしの食欲では足りんかな。あの、やめましょうか。いや、
今さら酒に降参もできんから買うてこい。へっ。それからあの旦那、今日であしゃあのちょうど10日目でございます。朝から寝るまで飲んでる酒でこんなありがてえことはねえんでございますけど、あの酒の魚でございますけどね、10日一遍も下代が変わらねえで、あのお膳の上のたくあん、旦那いいですよ、旦那ご主人だから頭の方から、あしゃ尻尾の方から週中で一回一度出会いの場。何を申しておるんやね。この間重いもの持ったらこう骨の間がこうガサガサっと音がしたんですよ。これ油が切れてんじゃねえかと思うんですが、あのこれ一番うなぎのかば焼きなんぞはわしも大好物じゃ。焼かしてこい。へえ。どこかの家臣だな。まあしかしわしが馬に乗らなけりゃ奥義は盗めんわい。奥伝書きを見ただけでは伝わらんからの。それにしてもそろそろ戻ってきそうなもんだが手間取っておるな。ひょろりと立ち上がって出窓のところにつかまって、この辺りから戻ってくるであろう方角を見ておりますと、やがて右の手に御正だる、左の手に岡持ちを持って、チャッ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 と雨上がりの道をしっぱねを上げながら戻ってくる。ああ気持ちのよいあいつの歩きっぷりだわい。変なところであいつ侍と立ち話を。ああ俺は五十役萩原清左衛門殿の甥の五木だ。岡山の藩中へ養子に参ったと。どういうわけか。ああ萩原殿の屋敷がえ。屋敷がわからんから都督兵に聞いておるのか。ああ物の言いっぷりの悪いやつだ。喧嘩にならねばよい。あっと始まった。喧嘩にならなければいいがと思った途端に喧嘩だ。いきなり抜き打ちに切り込んでこようとするのを、どど兵が右の手にした御正樽をバカーンと相手の腰に殴りつけた途端、酒の樽の底が抜けてドーッと酒が流れ出した。あーもったいない。喧嘩には驚きませんでしたが、お酒が流れ出したのを見て舌なめずりをしたのは、この方よほどお酒の好きな方でございます。よろよろとよろめいた侍が身を立て直し二度目に切り込んでくるのを、岡持ちで受けたからうなぎの串がバラバラッと飛んだ。三度目に切り込んでくるのを、相手の手元に踊り込んでピシッと手刀を打ったから相手が刀を取り落とした。それを先に拾った都督兵が相手の片口にさーっと人たち、よろよろっとよろめいて、その侍が逃げていこうとする。それを都督兵がパッ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 と刀に椿をかけるとガンガラガンと放った。これ侍の表道具でございますから、刀を拾ってひょろひょろと逃げてゆく。あいつ統計来て10日目に重役の老いを切りやがった。ああ未練なやつだな。地べたに流れ出した酒の匂いを嗅いでやがる。あれあれあれ、岡持ちを起こしてうなぎの串を拾っておる。ああ手拭いに椿をつけてあれを拭いてやがる。あいつあれをわしに食わせるつもりだな。底の抜けた酒樽を下げて酒屋に戻っていき、またピチャピチャと戻ってくる。なんと言い訳をするかと座敷で待っておりますところへ、お待たせをいたしました。もう待たされて待たされて、あの酒屋の方は手っ取り早く行ったんですが、うなぎ屋で手間取りました。かば焼きを一つ頼むよと言ったら、へえこれうなぎより長い返事でございますよ。まあそれからコッパに火をつけてパタ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 大急ぎで戻ってきました。もううなぎの串の冷めたのはうまくありませんから、手っ取り早く焼きたてのうちに召し上がれ。
おかもちの蓋を取った平九郎。これが焼きたてか。え、焼きたてのポッカポカ。うなぎはかば焼きというが、これは嫌にしらっちゃけておるが、え、まあ、あの白焼きのように見えてちゃんとタレで味がついてます。ところどころわらくずがついておるが、これは馬糞ではないのか。なんだ旦那、見てたのかい。何が見てたもあるか。もう今日ほど王爵に触ったことはねえんでございますよ。もう旦那待ちくたびれてろうと思うから大急ぎで帰ってこようとすると、横丁から侍が出てきやがって、ゲローっといきなり来たから、なんだ三品と言ってやったん。これは売り言葉に買い言葉でしか違えねえでしょ。ちょっと物は聞きてっから。何が聞きてんだって聞くと、萩原清左衛門という者の屋敷はこの侍工事にあったが、ねえところを見るとどっかに越したがってんで、あしゃ知らねえよと言ってやった。だってあしゃ知らねえからね。仮にも当家の重役の屋敷だ、それを知らないで当家に奉公ができるかってから。バカ言うな、冗談ちゃいけねえや。ほら、馬垣平九郎のドドゲロでドド減ってんだ。馬垣先生の要塞足りてりゃ立派に奉公が。貴様手前の名前なって言わなきゃにらみが効かねえから言ってありましたよ。そうしたらどうした。いきなり、なんだそれは武士に向かっての言葉かと言いやがったから、それが下郎に向かっての言い草かと言ってやった。よく出るなお前は。それからあいつ刀の塚に手かけやがって、下郎貴様この刀が目に入らぬかってから、そりゃ足の目はそれ人並み外れて大きいよ。だけどあんな長え刀目ん中入るわけねえじゃござんせんか。そんな長え刀が目ん中入ったらね、あしは江戸に出て見せ物に出て銭儲けるって言ったらね、無礼な下郎だ、手を見せるってやがったら、おめえの手なんざ見たくねえと言ってやった。よく出るなお前は。もうそれからいきなり切り込んでこようとするから、あいつにこうご正体でボカーンと殴りつけたら、さ樽の底が抜けて酒が流れ出した時のあの情けなさ、泣くなよそこで。二度目に切り込んでこようとするから、おかもちべーっと覆ったら、うなぎの串がバラバーっと飛んで、やつの鼻の下にうなぎのタレがピョンと飛んだんだ。それをあいつ指で舐めてやんの。それからまた切り込んでこようとするから、あいつの手ビシッと打ってやったら、刀ボロッと落としたんで、それ拾って片口切りつけたら、あいつ中が開けえよ。スイカを切ってるんじゃないぞ。刀見るとくだらねもんだから、もうベーッと放ってやった。あれそ、あいつそれ拾って逃げてったが、もう大笑いでござんすよ。ドド兵、あれはな、五十家五当家五十役の、ちょっと、もう、まあ、旦那の言いたいこともよく分かってるよ。もう二度と再びこんなことはするなよって言いてんでしょ。もうね、あじゃ二度とこんなことしようなんて思ってませんから、そんなおこことは無駄でござんすよ。何を申しておるか。まあ、それよりもね、このうなぎのかば焼きの焼きたて、こりゃ食えるか。椿をつけた手ぬぐいで拭いて並べた。なんだそこまで見てたのか。それじゃあしょうがねえや。いつもの通り、たくあんの大手絡めてから征伐が一番性に合ってるかしれませんで。度量の大きな平九郎、その晩は飲んで寝た。翌朝、まかりいでろのご沙汰をいただきまして途上をいたしましたが、日の暮れ方にようやく戻ってまいりました。ドド兵、今日のお呼び出しは何だと思う。それは旦那が言ったんで、あしは言ったんじゃないからわからねえ。あしは留守番だからね、どうせ当てたって何もくれねえんでしょ。ならこういうわけだとさっさとおっしゃいな。貴様にはかなわんな。貴様の昨日の喧嘩の一件だ。そりゃ向こうは腹立つからね、そいつを踏んじばって引き出す。そしたら一寸刻みの五分試し、鷺沼かけや2,600本、やっこ豆腐切り刻んじまわなきゃ、腹の虫が収まらってっていうのが向こうの言い分でございますよ。そうなんでございましょ。何を申しておるか。まあそういうことだ。ご城代生駒将軍殿が正面に、左右に流れて多くの五十役、その前へそれがしを呼び寄せ、おみの下郎のどど兵は
萩原清左衛門殿の甥の居つきを切った不埒者、名は打って引き渡せという厳重なお掛け合いだ。ほら言った通りでしょ。まあそれでも足を踏んじばって引き出すようじゃ、家礼と主人の情愛などどこにもねえ。で旦那は何ちったい。何を申しておるか。がまあ断った。え、旦那断った。昨日の間違いはそれがしも最初から見ておったが、なぜ下郎に間違いがあったなら最初からそれがしにお掛け合いをくださらんか。自身で征伐をしようとして遅れをとってから改めてお掛け合いというのは武士のなすべき技でござるか。一騎半騎の奉公人とは申しながら、断じて都々兵は渡すわけにはまいらんと断った。殿断った。うめえね。もう掛け合いはそうじゃなくちゃいけねえよ。相手の言葉尻捕まえてね、もうキュッキュッキュッとおさじまなきゃいけねえよ。ああ旦那も掛け合いがうまいや。もうこれから全部掛け合いは旦那に任せるよ。お前のことだぞ。そうだ、私のことだ。いやあ、それからもな、ごたごたしたわい。さすがにわしも面倒になってな、百国の食禄は神へ返納いたし、天下無禄の浪人となって今下城をしてきたのだ。じゃあ旦那ご浪人でござんすか。将軍様お声がかりのご敬礼だから、まさかそんなバカなことはねえとばかり思ってました。ご浪人でござんすか。旦那様、とんだ粗相いたしました。勘弁しておくなさいまし。旦那ご浪人なされりゃ、この丸亀はお立ち抜きでございましょう。連れてっていただきたい。旦那が再び世の中においでなさるまでは、決してこの都々兵はピタッとそばにくっついたきりで離れません。ドド平や、今の貴様の一言でのわしは浪人となっても心持ちがいいわい。人間というものは心持ちのいい明け暮れほど幸せなことはないとわしは思うておるでの。案ずるなドド平。はい、ありがとうございます。そうしましたら全部私にお任せを願いますと、わずかばかりの家財を残らず売り払いまして、翌朝間垣平九郎はどこから見ても立派な武者修行者の身なりに仕立て上げまして、都々兵は金看板、紀の国格子、梵天帯、くるっと回したトンボを締め、心中小尻の木刀を腰に、わずかばかりの道具を振り分けにして肩に担ぎ、それじゃあ旦那、心持ちよくこの丸亀を立ちましょう。うん、それもよかろう都々兵、参ろうかのう。こうして丸亀を後にいたしました。間垣平九郎と都々兵、これから諸国を遍歴。やがて3年の後、この都々兵が大活躍をいたしまして、まあ、実はこの都々兵というのは筑前立花左近将軍の家来で、向井九段度という寛永三馬術の三人の名人の一人であったということが後々わかるんでございますけれども、この都々兵の大活躍によって間垣平九郎は越前家に高禄でもって召し抱えることとなり、再び世の中に出ることができるというこういうお話になってくるんでございます。これからが面白くなってくるんでございますけれども、これは寛永三馬術という講談の名作でございまして、そのうちより間垣と都々兵の一席で本日お開きとさせていただきます。ありがとうございます。